ヘルナンド軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島メキシコ湾岸に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17万2778人であり、2000年の13万802人から32.1%増加した。2005年時点で国内35番目に急成長している軍になっていた。庁所在地はブルックスビル市であり、 同軍で人口最大の町は非法人の国勢調査指定地域であるスプリングヒルである。ヘルナンド軍は南にあるパスコ軍、ヒルズボロ軍、ピネラス軍と共にタンパセントピーターズバーグクリアウォーター大都市圏を構成しており、またさらに南のマナティ軍とサラソータ軍、北のシトラス軍、南東のポーク軍と共にタンパ湾地域と呼ばれることも多い。 ヘルナンド・デ・ソト、スペイン人探検家1840年頃、現在のヘルナンド・郡内、ブルックス・ビルの北東端に、インディアンから地域の開拓者を守るために、デ・ソト・トリデが建設された。デ・ソト・トリデは小さな町の中心、公益拠点、及び担保に至る、道の中継点となった。1845年頃に、トリデ蕎バへの入植が始まった時は、ピアース・ビルとも呼ばれていた。 ヘルナンド軍は、当時西中部フロリダの広大な領域に広がっており、公式には、フロリダが州に昇格する2年前の1843年2月27日に、設立された。アラチュア軍、ヒルズボロ軍、オレンジ軍の一部を合わせて作られており、現在のシュトラス軍やパスコ軍の領域を含んでいた。軍名は、スペイン人探検家、エルナンドで外にちなんでおり、 州内のデソト軍も同様である。ヘルナンド軍は1844年に短期間ベントン軍と改名されていた。この名前は軍の創設に協力した領土拡大の強い支持者でミズーリー州選出のアメリカ合衆国上院議員トマス・ベントンにちなんでいた。しかし、ベントンが後にミズーリー妥協を支持し奴隷制度に対する態度を全面的に変えたために住民の支持を失い、 1850年に軍名が元のヘルナンドに戻された。1854年12月、衆議会が小さな港町であるベイポートを軍庁所在地に指定した。軍東部の住人は軍の中央部に近い場所に軍政府を置くことを望み、1855年までに有権者は軍中心から5マイル以内の内陸の地メレンデスの町を選定した。 1856年、軍民はその新しい軍庁所在地の名前を、ブルックスビルと改名した。これはその年に、奴隷制度廃止運動家のマサチューセッツ州、選出アメリカ合衆国上院議員、チャールズ・サムナーを上院議場で杖で殴ったサウスカロライナ州、選出アメリカ合衆国下院議員プレストン・ブルックス、にちなむ命名だった。プレストンは、南部で大きな名声を博していた。 1855年、町の設立者、ジョセフ・ヘールが現在のブルックスビル中心に軍庁舎を建てるための土地を寄付した。それから間もなく、軍庁舎が完成したが、1877年9月29日の火事で消失した。南北戦争の時、ヘルナンド軍はアメリカ連合国に対し、主に食料、綿花、木材で貢献した。北軍の艦船が、 米ポートの港を封鎖したが、封鎖破りが大きな成功を収めたので、1864年6月、北軍は、軍内にある南軍の補給所を破壊するために150、内心250名の部隊を派遣した。7月初め、この遠征隊は、アンクロート川から北のブルックスビルに進軍しており、町を守るために、旧ゴシラへで集めた南軍兵の抵抗にあった。 国軍はこの海戦に勝利した。その後、米ポートに進軍し、この部隊と包艦から上陸した補助部隊が南軍の拠点を襲撃した。この時の小競り合いの様子は毎年軍内で再現されている。1887年1月2日、フロリダ衆議会がヘルナンド軍を3つの軍に分割した。すなわち南のパスコ軍、北のシトラス軍、 および真ん中のヘルナンド軍となった。この時から、ヘルナンド軍の境界は修正されていない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は五百八十九点零八平方マイルであり、このうち陸地四百七十八点三一平方マイル、水域は百十点七七平方マイルで、水域率は十八八点零パーセントである。ワールドアトラス USA によれば、 ヘルナンド郡はフロリダ州の地理的中心にある。郡域の標高はメキシコ湾の海面から自然の最高点、標高269フィートのチンセガットヒルまで変化している。空港大量輸送手段、ヘルナンドザバスがブルックスビル市とスプリングヒル市のバス便を運行している。鉄道 CSX トランスポーテーションが郡内で2本の路線を運行している。以前、 アムトラックの旅客列車がリジメーナーの国道301号線の東アトランティックコーストライン鉄道の急線に沿って運行していたが、軍内に停車駅はなく、また2004年には運行も中断された。もう一つはブルックスビル支線であり、国道41号線に近く、以前はシーボードエアライン鉄道が所有していた線である。過去には他にも鉄道があった。 その中でも著名だったのはアトランティックコーストライン鉄道の支線でリジメーナーの南東からイスタチャッタを通るものであり現在はウィズラクーチ州立トレールの一部になっているまたこの線の枝線でクルームから西のブルックスビルに向かうものがあり現在はグッドニーバートレールと呼ばれる新しい配線跡道に置き換えられているグッドニーバートレイルがブルックスビルでは 唯一残っている道であり、究極は、ビズラ空地周立トレイルまで延伸することになっている。主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の立命ーナーには、面積160万平方フィートと、国内最大のオルマウト物流センターがある。空港工業団地は、広さが155エーカーあり、ヘルナンド軍空港の近くにある。 域内には100社以上の航空、製造、物流会社がある。ありがとうございます。